梅雨払い、または梅雨払いとは、鬼神や心霊などといった、高貴なものを先導すること、または、その先導する人のことである。展示で、何事かを最初に行う行為のことも指す。元来、梅雨払いは、人の役割を指し、夜間や朝、長く伸びた草木が茂る草原や原野を集団で行く、時、一列を成して、徒歩や小走りで進行を先導したり、または戦闘を行く。 物の,のことである。先頭に立つ者は草や木を、足や手で払いかき分け進み、草木に残る結露した炉や雨水を払い落とすが、この時水に濡れ履き物や衣類に染み込み体が冷える。ため好まれる仕事ではなく、一般に身分の低い者の,の役割とされる。後続の者ほど濡れる割合は少ない。大名行列などで梅雨払いが、下に下にと声を上げながら、 一行を先導してゆくのは、時代劇などでもおなじみの場面となっている。祭礼では、おみこしの前を太古代や獅子舞といったもので、先導することがある。このことを梅雨払いと呼ばれることが多い。また、獅子舞自体の梅雨払いとして、棒遣い、棒の手などと呼ばれる棒実の演舞が奉納されることも、ある。梅雨払い列車として走る、で銃お見し列車が走行する前に、 線の塔に異常がないか点検するために先に走行する列車を通称追払い列車と呼ぶ。箱根大名行列。箱根湯本観光協会。2009年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年1月30日閲覧。ありがとうございます。